それではよろしいですか。お時間となりました。それではですね、本日の京都大学防災研究所フォーラム、を始めさせていただきたいと思います。本日はですね、震災時の避難行動を考慮した空間とその配置の評価というタイトルでですね、防災研究所自然災害社会環境防災分野の、畑山が発表させていただきますですね、まずそのは私の所属している、自然社会環境防災分野ではですね、いくつかの、防災に関するいろんな研究をやってるんですけども、その中でモデルをですね、いくつかの階層に分けて、それぞれの階層で見るということを考えております。でですね、昨日ですね、教授の萩原教授の方がですね、淀川水循環源ということで、川が見えるレベルというような、ご研究のご発表がありました。でですね、これは去年の、今年のですね、2月にですね、人が見えるレベルということで、京都市のですね、袋工事を中心とした震災リスクというような話をさせていただきました。で今日私が話す話はですね、この街が見えるレベルにあたる、いくつかの複数の都市、を、対象にした、街が見えるレベルでの、研究ということになります。でですね、今日のお話の、背景なんですけども、高度経済成長期以降ですね、効果的な、土地利用とか、あるいは都市の施設整備の計画によってですね、多くの自然が失われてきたと。で、例えば、平常の時で見ますと、現在の都市域と呼ばれるところではですね、住民が日常的に自然と触れ合うこと自体が非常に困難になってきていると。で、つまりですね、自然と触れ合う空間に対するニーズが非常に高まってきている。さらにですね、震災時というものを考えてみますと、これは阪神・淡路大震災で見られるようにですね、都市域自体が、地震に対して非常に脆弱になってきているということが、指摘されております。そういうわけでですね、防災・減災のための、地域づくりというのが重要になってきたというような背景があります。で、このような背景の中でですね、避難という観点でいきますと、公園、緑地、あるいは河川、ため池というものの重要性が、再確認されてきているという状況になります。ところがですね、現在のその環境創生計画っていうのはですね、いくつかの問題点を抱えたまま走っているということで、ここでは4つの問題点を指摘して、それに対してこの研究ではどういうスタンスで、研究を行っていくかということを、述べています。でまずですね、最初はですね、市単位でですね、この行政会単位でですね、個別にこういう空間計画が行われてきたということが、その統一性のないですね、空間計画ということにつながっているということで、この研究ではですね、隣接する複数の市を対象とした、計画というのを行うことを考えております。で、さらにですね、公園緑地と、それから河川、ため池っていうのがですね、それぞれその、縦割り行政のために管轄が違うということで、個別に計画がなされてきた。で、これもですね、やはりその、これらの空間をですね、自然的空間として捉えて、一つの計画システムの中で考える必要があるというふうに考えています。で、あと二つはですね、実際のその空間の質とかですね、利用者心理というものを考えた、ことが行われていないということが指摘されていて、ここの、に対する考え方として、空間の利用というのをですね、ここでは遊びと捉えて、遊びの形態から見た、空間の質とかですね、あるいは利用者のその空間に対する印象などを考えた、空間整備計画というのを考えていきたいというふうに考えています。で、ではその環境創生計画ではなくてですね、じゃあ減災空間としての空間と
というものを考えた場合、阪神・淡路大震災ではこの空間というものがですね、避難空間として利用される、あるいは、火災の延焼防止とか遅延のための機能を果たしたということが指摘されています。でさらにですね、その後のですね、避難生活とか復旧復興のための、まあ、諸活動を行うためのその拠点としての空間という、利用もなされたということで、まあ、都市域においてこの自然空間、自然的空間というものが、減災のためにも非常に重要であるということが認識されています。で、ここではですね、まあ、これまではですね、こういう、環境創生計画というものと、防災減災計画というのは別物として考えられてきたんですが、実はですね、空間という目から見ますと、この、環境創生計画と防災減災計画というのは個別に取り行われるべきものではなくてですね、それらをですね、表裏一体のものと考えた、環境創生を通した震災リスクの軽減というのを考える必要があるであるということで、本研究は進めております。でまあ、ここで震災リスクというのはですね、さまざまな定義がありますので、ここで考えてます震災リスクというのはですね、地震による人々にとって望ましくない結果の大きさの程度というふうに定義しております。で、まあ、そこでですね、本研究の目的というのは、環境創生計画と、防災減災計画を統合化するためですね、日常時と災害時の空間利用に着目した、まあ、自然的空間の配置に関する考察を行うということを、目的としております。で、まあ、研究のための対象地域なんですけれども、このようにですね、大阪市の、まあ、北部にあります、吹田市、摂津市、高槻市、まあ、茨城市という4つの市を含むこのエリアのことを、対象地域としました。で、まあ、対象地域はですね、まあ、このようにですね、鉄道、それから、まあ、道路ですね、高速道路、などがこういうふうに走ってまして、で、まあ、こちら側が山ということで、この淀川をですね、まあ、非常に、大きな川ですから、まあ、これがあの瀬戸内海と、同じものというふうに位置づけますと、実はあの神戸の、エリア、非常によく似た 地形的な特性を持っている。で、つまりここからですね、向こう側には基本的には、大きい川を渡るといけないと。でさらに、こちら側には山があってですね、でその間 の,、まあ、あの非常に狭い地域を、縦にですね、交通の線が、主に通った形で、生活圏が出されているということで、まあ、非常に神戸と似ているということで、まあ、この地域を取り上げてやっております。で、まあ、あのここから先の話はこの研究対象地域を、に対しての、環境創生とそれから、まあ減災防災空間計画ということを考えていきたいと考えています。で、まあ、全体の研究の流れはこういう形で話を進めていきたいんですが、まずはその、地域の環境の変化と自然的空間の利用実態調査ということで、まあ、いろんな言葉を定義しながらですね、こういうそのこれまでの変化というのを見ていきたいと。でまずですね、この対象地域なんですけれども、実際ですね、どのように変化してきたかと言いますと、まあ、1960年頃というのはですね、まあ、ここであの、濃い部分がこれ、山ですね、山、まあ、木の林の部分、それから、薄い緑の部分は、まあ、田んぼ畑という部分ですね。でそれからピンク、赤い部分というのが、まあ、あの住宅地あるいは商業地ということで、まあ、あの60年代頃はですね、まあ、ほとんど山で、まあ、山と畑と田んぼばっかりですね、まあ、あまり人も、まばらにしか住んでいなかった。これがですね、74年頃になりますと、まあこのぐらい都市化されまして、まあ、この新幹線が通ると。で、さらに96年になりますと、まあ、この、この狭いですね、エリアのですね、ほとんどが宅地化されてしまう、されてですね、まあ、非常に緑が少なくなるとなっていっているという状況がお分かりいただけるかと思います。で、ここでですね、まあ、自然的空間というのを、まあ、取り上げようということなんですが、自然的空間とは何かということを、少し定義したいと思います。で、ここで定義としてはですね、主として、水土緑によって構成され自然と触れ合えるように整備された空間のことを指すと。で、対象とする空間なんですけれども、まあ、あの非常に小さな都市公園というのは、ここではその火災の延焼を考慮した、まあ、避難空間ということを考えたいので、1ヘクタール以上という空間を、まあ、対象として、空間 の,、の配置について少し考えてみたいと思っています。で、この空間にもですね、まあ、いろんなレベルがあるんじゃないかということで、
少しですね、レベル分けしたのがこちらの図になります。で、まあ、非常に、広域のレベルで利用される、自然的空間として、まあ、30ヘクタール程度の、大きさを持つような、空間で、まあ、こちらで、見ても、まあ、この領域で言いますと、例えば、服部緑地ですとか、万博公園ですとか、まあ、雪橋というような大きな、空間ですね。それからもう一つ下の C レベルというのは、大体10ヘクタールぐらいの、程度のまあ空間ということで、まあ、ここで言うとまあこういうような公園が、で、これが一つ下の地区のレベルに落ちますと、大体4ヘクタール程度、そして、まあ近隣レベルということで、まあ、2ヘクタール程度の公園というものが、まあ、階層的にですね、分類できる形で、広がっているということになります。で、それぞれのレベルというのはですね、ではちょっとどういう利用実態があるのかというのを考えてみますと、まず近隣レベルですね、一番下のレベルの、空間ですと、まあ、ここは散歩とか散策目的の利用が多いと。で、まあ、朝夕は高齢者で、昼前にまあ子供連れの母親とか、夕方に小学生がたくさん来るような、まあ、近隣レベルの、まあ、空間です。で、地区レベルになりますと、まあ、滞在時間は短くて、まあ、一人での利用が多いんですが、散歩散策以外にですね、広場でサッカーとか野球、あるいはため息で釣りというような、空間の利用特性が出てきます。C レベルになりますと、先ほどの空間よりも滞在レベルが長くなって、実際グループでの、利用が多いと。で、まあ、利用目的としてはスポーツを目的としたものが多いんではないかと。で、広域レベルになりますと、滞在時間がもっと長くなってですね、さらに家族での利用が多いと。それから、まあ、もうそれぞれの個々の空間がですね、あの個々の特徴を持っているので、利用形態についてはその個々の特徴に合ったですね、形態があるということで、まあ、あの今4つの階層に分けましたが、それぞれの階層で、まあ、利用の実態は異なるというふうに考えられます。でですね、まあ、ここでですね、この利用行動に着目した遊び空間の、配置とその評価ということで、まずですね、その遊びというものをどういうふうに定義するかといいますと、まあ、自然的空間の中で自発的に行われて、まあ、楽しさを感じるような行動というふうに遊びを定義します。そうしますと、自然空間内での行動というのがですね、まあ、その定義から解けると楽しむ遊びとなってということになりますので、まあ、自然空間はまあ遊びを通して人と人とかですね、あるいは人と自然が触れ合える空間であると。で、つまり今自然的空間というのと、まあ、遊び空間というのが、まあ、ここでは同じ。で、そこでですね、まあ、遊びの形態というのをですね、いろいろ調べまして、まあ、それをですね、8つのタイプに分類しました。で、このですね、分類ですね、まあ、映す遊びとか演じる遊び、水と触れ合う遊び、遊具を使う遊び、とどまる遊び、草花と触れ合う遊び、まあ、公園で行う遊び、樹木と触れ合う遊びというような、まあ、8つのタイプに分けまして、まあ、それぞれどんなものが具体的に上がるかというと、まあ、ここに書いてあるんですけども、で、まあ、これをですね、このようなものが実現できる、公園っていうのが、まあ、どこに存在しているのかということを考えたわけです。で、この図はですね、先ほどの8個に分けた、遊びっていうものですね、まあ、あの実際ですね、できるだけ多くの、遊びが、実現できる空間がたくさん、まあ、あるものの方が、まあ空間として望ましいと考えまして、遊びの多様性という評価で、それぞれのレベルで色分けしたものです。で、市とか広域レベルの、自然空間を、先ほどのレベルで分けますと、まあ、先ほどのレベルに沿って、まあ、色分けしますと、まあ、こういう形になって、まあ、この辺はですね、全ての遊びの、要素を持った地域ですし、その周りになると少し遊びの要素が減っていくと。で、これ地区レベルの公園を対象にしますと、まあ、この辺りですね、がやっぱり、この辺りっていうのが、非常に遊びの多様性を持った空間で、これ近隣レベルになりますと、まあ、もうちょっと小さく、レベルが分かれるんですが、やはりですね、まあ、多くの多様性を持った空間っていうのが、まあ、こういう形で出てくるというふうに、遊びというものを、中心にした、形で、まあ、平常時のですね、自然空間、自然的空間を、まあ、評価しましたというのがこの図です。で、まあ、これはですね、あの後ほど、災害のですね、震災リスクと合わせた、まあ、新しい環境創生の、提案というところで、また、使っていきたいと思います。で、そこで、
今こちらをお話ししましたが、今度はですね、じゃあ震災の面ということから考えてみましょうということで、まずはですね、震災ハザードマップを考慮した、地域特性をの分析というのを行ってみたいと思います。でこれはですね、水土緑の空間と震災ハザードマップと書いてありますが、この、緑のところですね、が先ほど言ってました自然的空間です。でこれに対して大阪府の地域防災計画で、まあ公開されてます、調べられてますの、それぞれの断層系に対する地震の想定震度というのを重ね合わせてみたのがこの図になります。で、特にですね、この真ん中の上町断層系地震というのを見ていただくとですね、まあ、この地域のですね、まあ、この市街化地域の多くの地域がですね、まあ、震度、この、濃さが6強で、この一番濃いところは震度7という想定されているんですけども、まあ、非常に大きな揺れが想定される地域と重なっているということがお分かりいただけると思います。で、まあ、これとですね、この先ほどの、その、上町断層系の真ん中の先ほどのハザードマップとこの歴史的変化というのを重ね合わせてみますと、お分かりいただけると思うんですが、まあ、特にその現在これに近いんですけれども、まあ、震度7の部分というのが、まあ、非常に市街化された地域と重なっているということがお分かりいただけるということで、まあ、この部分というのは非常に、まあ、震災被害が、大きく出そうな地域であると。ではその震災に対してこの地域というのはどれほどの、リスクを持っているのだろうかということをもう少し細かく考えていきたいと思います。でまずですね、まあ、先ほど、北摂4市を対象にしますと言いましたが、あまり広いエリアを、やってもし、あまり広いエリアじゃなくて、少しですね、焦点を絞るためにですね、対象地域をですね、まあ、人口密度がちょっと高いところと、それから、空間の面積ですね、まあ、人が住んでいる地域の面積が、まあ、大きいところという部分を、まあ、こういう条件で、切り出した、まあ、こういうその地域だけを考えたいと思います。で、まあ、実際人が住んでないところっていうのは、あまり災害も大きくならないですから、まあ、そういう意味では大災害が出そうな部分、まあ、先ほど言うと、まあ、非常にピンクの濃かった地域だけを取り出して、この後分析していきたいと。で、ここではですね、これは阪神・淡路大震災でもそうだったんですが、避難というのを考えますと、いくつかの、避難経路の分断要因があると。で、ここで分断要因というのは道路、鉄道、河川と考えています。で、阪神・淡路の時もですね、もちろん、高速道路がひっくり返って物理的に、分断されたところってたくさんあります。それからですね、実際避難者の行動なんかを見てみますと、やはり河川を、河川をですね、橋を渡ってその河川の向こう側に逃げるというのは心理的にやりにくいと、という、証言とかもありますので、この心理的に、まあ、この分断するという点でもこの分断要因というのは非常に重要な要因であるということで、まあ、このような要因をですね、使ってこの地域を分断しまして、この地域ごとの分析ということを行っていきたいと。で、まあ、これ全部分析、分断しますとですね、全部で45の地域に、地区に分断されます。で、そこでですね、じゃあ避難というのを考えた場合にどのような、要因が、避難に影響してくるだろうかということを考えますと、一つはですね、この建物の倒壊ですね、まあ、これによって道路が閉塞してしまうというのと、それからまあ火災延焼ですね、まあ、火災によってまあ逃げにくくなるというものが、要因として挙がってくるということで、まあ、この二つの要因と、それから実際の一時避難というものに対して、どのような、話が、考えられるのかということを、まあ、もうさらに詳しく考えていきたいと思います。で、ここでですね、まあ、今言ったことをもう少し細かくまとめますと、震災リスクの要因としてですね、一つは建物の倒壊、次に、火災の延焼、それから、一時避難ということですが、実際の避難ということを軽量化するにどういうことを考えたらいいかと考えまして、まあ、避難空間までの近さ、それから避難空間への行き方ですね、それから避難空間への数、それから、まあ、実際行動する人たちの安静リアや立ち、で、まあ、先ほどの想定震度というものを、まあ、うまくリスク要因として取り入れた、上長目単位での、まあ、震災リスクの軽量化というのを、行ってみました。で、まあ、具体的にどういうことかということを説明していきたいと思います。でまず建物の倒壊ですけれども、ここではですね、
まあ、建築基準法の、改正というのを一つの、指標と考えまして、まあ、1980年より以前に、建った建物と、建物が、まあ、倒壊の危険性が非常に高いというふうにはざっくり話を、切りまして、で、まあ、その、の売却面積っていうのを考えてみました。で、この図はですね、1ヘクタールあたりのこの、1980年以前の建物の延べ床面積というものを、示しております。で、まあ、特にですね、濃いところはその、80年以前の建物が多い地域と考えていただけると、まあ、分かりやすいんじゃないかと思うんですが、まあ、非常に濃い地域とはこの辺とかですね、まあ、この辺に現れているということが分かります。で、まあ、当然この辺がその、建物倒壊のリスクの高いところというふうに捉えられるわけです。で、まあ、これらをですね、まあ、少し指標として考えるために、まあ、5段階で、指標化することを考えました。まあ、間の数値はその出てきた数値を見て、まあ、それらを、配分したものになっています。で、次に火災の延焼についてですが、まずですね、木造家屋の延べ床面積の密度を調べたのがこの映像になります。で、まあ、当然濃いところがですね、木造家屋の多いところと考えていただければ分かりやすいかと思います。で、これもですね、やっぱりまあ領域的にはこの辺とかですね、まあ、この辺に非常に、木造家屋が多い地域が現れるということが分かります。で、まあ、ただ木造家屋が多いだけで、火災延焼の、評価というのをするのではちょっと、あまりにもダイレクトすぎるので、少しその、じゃあどういうふうに火災が広がっていくのかというのを考えながらですね、少し、評価をつけてみたというのが、まあ、このフローになります。で、まずですね、まあ、全体の市街化率自体が、まあ、50% 以上かどうかで、ESO はになってます。で、まあ、50% 以下である場合はですね、未満である場合はですね、当然その、まあ、非常に火災の危険性は低いと考えて、まあ、1という形にします。で、その次にですね、建物の、木造建物率ですね、まあ、先ほどの、図に出ていました、これがですね、まあ、全体の平均より上か下かということでも分けてみました。で、その下にですね、それに、その、町辺にですね、隣接する、町長国自体の、木造家屋、木造、建物率がですね、平均より上か否かで、分けました。つまり自分の住んでいる町が、平均以上で、さらにその周りも平均以上なところは最も、まあ、炎症の可能性が高いというふうに考えたわけです。でですね、まあ、これ特徴的なのはこの最後の過程ですが、ただしその領域にですね、水辺が存在する場合は、まあ、これは障害用水として使えたりということで、まあ、危険度自体がですね、まあ、この5番の段階にあってもですね、1番の段階まで落ちてくるというふうにした。して、評価をしているところです。ということで、まあ、全体的に言うとその非常に、燃えやすい場所でも、水辺ですね、まあ、ため池があるとかですね、河川が通っているという状況があれば、まあ、非常にリスクが低いというような評価をしました。で、まあ、これによってですね、今の1、2、3、4、5という、まあ、段階をですね、元にですね、この領域を塗り分けてみますと、まあ、こういう形で。でもちろんですね、5番の領域というのが一番、火災炎症の、リスクが高いところということになります。まあ、この、これ真ん中は JR と阪急がこう、沿って動いているんですが、まあ、このその周りの当たるところが、まあ、非常に火災炎症の、危険性の高いところというふうにご覧、お分かりいただけると思います。で、まあ、これも指標は今のフローをですね、少しまとめますと、まあ、このような形で、まあ、5段階に分けました。ということになります。で、これでまあ火災の、建物倒壊火災炎症というものについて考えましたので、次にですね、震災時の行動っていう、まあ、避難行動というものをですね、少し考えた、配置の評価ということを考えたいと思います。で、まずですね、この、避難行動に関するまあシミュレーションを行うことによって、先ほど、示しておりました、避難空間までの近さとかですね、あるいはそのゴール、避難空間の数とかですね、あるいはその焦りや苛立ちとかっていうものを示していきたいと考えています。そこでまあ、どういうシミュレーションをするかというのをまあご説明したいします。で、まずですね、空間自体はですね、先ほどの分断された、線を、
で、作られた空間、つまり、避難者はですね、分断要因をですね、超えていかない、例えばその、川を越えて向こう側へ逃げませんというような、条件がついています。で、さらに、逃げる場合ですね、まあ、例えば、この、頂上木に住んでいる人は、一番近い、空間に、まず逃げると、まあ、自分のところに、避難所があればそこに逃げますが、そこに自分のところに避難所がないとかですね、あるいはその自分のところにある避難所からまあ人が溢れてしまうということになった場合は非常に一番近いところに逃げますと。で、今ここで言うと隣接している、空間ということで、まあ、この、頂上木にですね、隣接している空間はまあこれ、これ、これ、これとあるんですが、まあ、そこに逃げるというのがまあ第一優先と。で、隣に逃げるのをまあ1ステップというふうに数えます。で、さらにですね、まあ、ステップ数が同じときですね、まあ、先ほど4つの選択肢がありましたが、その場合はどっちに逃げるかというと、空間が大きい方に逃げますと。まあ、大きな公園を持っている方に逃げると。で、実際じゃあ空間に入ったときに、人はどのぐらいの領域を取るのかということですが、ここは、ここではですね、空間の中で1人当たり、2平方メートルという領域を人が占めるということで、空間の大きさですね、と、が、まあ、この、何人あたりで、まあ、埋まっていくかというのを決めるわけです。で、そうなるとですね、逃げていくんですが、まあ、そしてですね、まあ、空間に近い頂上木の、住民からまず避難所に入っていけると。まあ、当然ですね、自分の住んでいる頂上木に避難所があれば一番優先的に入れるわけです。で、もちろんですね、とまあ、自分のところ自体も、溢れる可能性もありますし、隣に行ったらすでにもういっぱいになっていましたという可能性もあります。で、もし空間に入れなかったら、その空間から最も近い空間を選択して、そっちにまた、次に逃げていくと。で、で、その時にですね、まあ次の空間に入れるか否かの情報だけは得る。まあ、すでにですね、もう埋まってますという情報は得られます。で、まあ、ここはですね、高さ、地域自体はですね、もう山の部分を含んでおりませんので、まあ、ここではその高さを考慮しないと、まあ、高低差があるからに、ですね、逃げにくい、まあ、隣の空間にも逃げにくいということも、まあ、考えられる領域もあるんですが、まあ、ここではこれは考慮しないというふうに考えて、シミュレーションを行いました。で、まあ、このシミュレーションの結果が、こういう形になります。で、まずですね、ステップ数ですね。で、まあ、これは実際の空間、避難空間までの近さと、まあ、ということなんですが、当然ですね、0というところは、その領域内に避難空間を持っていて、そこに全ての人が逃げられるという場合です。で、そこからですね、まあ、1ステップ、2ステップと、まあ、空間をこうまたいでいくわけなんですが、最終的にですね、まあ、一番多いので18ステップ、かかって、かからないと、まあ、全ての人が避難空間に行けないというのが一番多い、ステップですし、それよりもさらにひどい状況というのは、実際、その状況で先ほどの仮定のもとにですね、順番に動いていくと、最終的に避難できる場所がないという場所、ことになるのがこの非常に濃い、領域になります。で、まあ、例えば、こういう領域とかこういう領域とかあるんですけども、ただしですね、ここは今、境界の領域は、この境界の向こう側のことを考えてませんので、例えば、こことかですね、ここの人っていうのは、まあ、この境界より向こう側にですね、ひょっとしたら、その、実際、有効に避難できる場所があるかもしれませんので、あまりその、端っこの方っていうのは、この情報では意味がなくてですね、どちらかというと、この真ん中の方を見ていただきたいと。で、特にですね、こことかですね、こことか、こことかにですね、実際避難できないという場所が現れてくるということに注目していただきたいと思います。で、まあ、これ実際、避難できない可能性がある、まあ、今の計算でいくと避難できない可能性がある場所というのがこういう形で示されています。で、これに対してですね、じゃあ、その、1ステップで逃げられるところはいいですが、まあ、ゴールがですね、2ステップより上、多くなりますと、例えば、何箇所かですね、避難所が、目指す避難所がある方がですね、やはりその震災に対しては、まあ、災害に対しては、リスクが低くなるということで、ステップ数2以上の地域に対して、目的、達することができるゴールの数というのを、別に、
プロットしてみたのがこちらです。で、当然ですね、ここで言うと、非常に、逃げる手数がかかるのに、もう関わらずですね、ゴールは1個しかないというのは、ここで言うと、まあ、最悪な状況なんです。まあ、2箇所、3箇所という可能性がある方がですね、逃げる人にとっては、まあ、リスクが低いと。で、これはですね、大体この辺を見ていただきたいんですけど、まあ、この辺、少し濃くなってまして、まあ、3から9ということで、まあ、逃げにくいエリアではあるんですが、しかもそのゴールがですね、やはり少ないということがお分かりいただけると思います。で、まあ、これが、まあ、避難空間の数という形になると。で、次にですね、今度は、じゃあ避難していくんですが、同じ、ステップ数で避難できてもですね、その避難所に行くまでのですね、まあ、ルートの数ですね、まあ、何種類かの道を使う、まあ、経路を使ってですね、逃げれた方が、これはその他の先ほどの倒壊では火災とかですね、というリスクを避けられる可能性が高いということで、これはルート数というのをまた違う指標として考えています。で、これもですね、ステップ数が、0とか1のところというのは、自分の町長あるいは隣の町長ということになりまして、まあ、あまり意味がないということで、ここでもやっぱりステップ数2以上の、地域に関して、じゃあそのルートの数ですね、いくつ上長なルートパスを持っているかということを考えてみたいと思います。で、これもですね、やはりその、ルートが1つしかないところというのは非常に、災害のですね、リスクが高いというふうに考えられるわけです。で、これはですね、大体ですね、この辺りかな、この辺りって言ったけど、こちらで言うと、ここですか、この辺りですね、やはりその、パスの数は、ステップ数はちょっと多いんですが、逃げるルートが1しかないとかですね、というようなところが、まあ、いくつか、見られることになります。で、つまり、まあ、これと、照らし合わせることによって、さらにその、遠くに逃げなきゃいけないのに、まあ、そこへ逃げる経路も1つしかない、あるいはまあ非常に少ないということが分かります。で、次にですね、これは、今度はですね、ゴールに至るまでに、空間をまあ通過する数です。で、どれほどの空間を、通過していくかというのをまあ示したものです。で、まあ、これはあちこちに行かされるということは、人の焦りや苛立ちにつながるということで、まあ、あちこちに行かされるという数を、のまあ多さですね。ということで示しています。まあ、やはり濃いところが、あちこち生かされた挙句に、まあ、やっとゴールするということで、当然ですね、濃いところっていうのが、まあ、やはりリスクの高いところというふうになるわけです。で、これはですね、今、4つの、震災のその避難に関する、評価を行いましたが、じゃあその、例えばステップ数は避難できない、あるいはステップ数10以上の小帳目があると。これあるかないかであると。で、さらに、ルートの数がですね、1の小帳目がある。でから、ゴールの数がですね、やっぱり1の小帳目がまあ複数ある。それから、通過回数が、4以上の小帳目が複数あるという、まあ、ものをですね、指標として、まあ、これ0と1で全部足し合わせた、評価値というのを、まあ、先ほど、最初に示しました、もう地区ごとに分けてみたのがここです。で、当然ですね、4はですね、すべてひどい状況のもの、町、町長目を、いくつか持っているということで、まあ、この領域と、まあ、この領域ということに、が非常にひどい状況になっている。で、まあ、先ほどちょっと言いましたように、この境界に近いところというのはあまり、意味がないんですけども、この領域、まあ、これも真ん中辺に入ってますから、非常に、危ない領域ということがお分かりだと思います。ということで、今でその空間の配置の評価ということになりました。で、今度はその行動に着目したですね、リスクの軽量化ということで、まあ、今のものをですね、全体的にまとめてみましょうということです。で、全体でですね、建物の倒壊というのがこれ、1982年の、まあ建物ですね。それから、火災延焼は木造の延べ床面積、それから水辺の温度ということで分けました。
それから、避難空間の近さっていうのはステップ数、それから避難空間への行き方の数っていうのがルート数で、避難空間の数というのはゴール数、それから焦りや苛立ちというのは空間通過数と、考えまして、で、まあ、それに最初 その上町断層系の想定被災震度というのをかぶせましょうと。で、まあ、それぞれ、こういう、ものになってますが、という形で指標化されています。で、まあ、これでですね、震災リスクの軽量化、まあ、今軽量化したものをですね、まあ、全て足し合わせたもの、5つのこの ABCDEF の、すみません、6個の、評価を持っているわけですが、まあ、それぞれの評価値を足し合わせたものを、通過すると、まあ、このようになります。当然ですね、数値が大きい方がですね、非常にリスクが高いということになるわけです。で、まあ、これもご覧いただければ分かると思いますが、まあ、この辺りと、まあ、この辺り、そしてこの辺りに非常にリスクの高い地域があると。で、今度はですね、先ほどの映像の中で、まあ、最悪の評価値に着目した、まあ、リスクの軽量化ということで、まあ、ABCDEF のうち、最も、リスクが、最悪、最も悪いです、ね、評価値 を代表値としてですね、塗り分けると、まあ、このような形になる。で、まあ、同じようにですね、やはりこの黄色で囲んである地域というのに非常に、リスクの高い地域が出てきているというのがお分かりいただければと思います。でですね、まあ、これはですね、結局、新たな環境防災空間の必要な地区ということで、まあ、先ほどから言ってますように、まあ、この地区、この地区、まあ、この辺の地区っていうのが、まあ、重要な地区になっております。で、まあ、それぞれの特徴は、まあ、一時避難が、の危険性が高いとか、あるいは避難空間が足りないというようなことで、色分けしています。で、まあ、そこでですね、まあ、これまではこの地域の分析をずっとやってきたわけですが、じゃあ、減災のためにどういう計画をしていったらいいんだろうかっていうのが、この後の、まあ、最後のお話になります。で、まあ、今のですね、とですね、先ほどのその、上町断層系の地震推定震度というのを、かぶせてみましたところ、まあ、このような形になります。で、このエリアですね、これがまあ震度7、想定震度7のエリアで、まあ、先ほど、出てましたこの8番のエリアと17番のエリアというのが、まあ、もろにですね、震度7、あるいは6強の地域に重なっているわけです。で、上の方の、まあ、この辺も危ないですよと言ってたんですが、こちらの方はですね、ちょっと全体から見ますと、まあ、相対的ですが、こちらに比べると、まあ、震度が弱いということで、やはりその非常に震度のですね、大きな部分というのが、これから、何らかの、計画を行ってですね、まあ、防災減災も含めたですね、環境創生の計画を行っていけない、いかなければいけないところではないかと考えられます。で、じゃあそこですね、今、取り上げた地域ですが、最初の方にやりました、じゃあ遊びの空間という形から見たらどうだろうかというふうに考えますと、これはその緑が濃い方はですね、遊びの多様性が、大きいところなんですが、まあ、この辺のエリアですね。で、まあ、確かにいくつか、この周りではですね、遊びの多様性が少ないところがあるということも、事実です。で、そこでですね、まあ、ここの、遊び空間の配置というものを考慮しながらですね、実際、まあ環境創生というのを計画していこうと。で、まず一つはその遊びの空間についてですが、まあ、これらの番号というのは、まあ、先ほどの地区の番号ですけど、それぞれの中で、必要となっている、まあ、空間というのはこのような。で、それからですね、まあ、避難空間としてはですね、その8番というのと17番というのが、この水辺を有しており、最低限一時避難できない人をなくすだけの、面積の空間を創設する必要があるということで、まあ、非常に、切実な問題を抱えた空間である。で、まあ、それ以外、その周りもですね、まあ、こういう、問題を抱えていると。で、これを、考慮しまして、じゃあ、どういう水辺を創設しましょうかと。これは、この話はですね、実は昨日の萩原教授の話と少しつながってまして、水辺の復興ということを、水辺の再生ということをですね、考えながらですね、新しい水辺を創生しましょうと。で、昨日のお話は、淀川、
循環圏でですね、どのように水を流すかということの中でですね、下水処理水をうまく利用するという話が出てきたんですが、これはその考えを踏襲しまして、下水処理水を利用した、まあ水辺創生というのを行いましょうということを考えています。で、実際ですね、まあ、行動処理することにより震災時にはまあ多様な水の利用が可能になるという、まあ、下水処理水ですね。で、じゃあその下水処理水を使ってですね、どのような、計画を立てればいいかということで、まあ、計画の条件を考えてみたのがこちらです。で、一つはですね、まあ、非常に震災リスクの高い地区08ですね、を通るということを考えましょう。でそれから、下水なので、まあ、自然流下させることを、条件です。それから河川をまあ越える。それから今ある水路をできるだけつないでいくと。それから、学校や公園などまあ公共的なところを通ると。でまあ、避難空間としての、避難エリアとしての、まあ安全性を上げるという意味でも、まあ、学校や公園を通るということですね。でそれから、現在失われている水路も再生するようなルートということを考えましょう。で、まあ、これらの決定によってですね、まあ、多様な遊びと遊びの連続性とか、あるいは避難空間としての、リスクの軽減化、それから、まあ、水と緑のネットワークを、まあ、つないで水の潮流も考えましょうということを、計画の、内容として盛り込むと。で、まあ、それを考えまして、先ほどの8番の地域に、考えたのはこの、ここで出てます水辺創生ルートというやつです。で、実際ですね、これはその、庄尺にあります、この下水処理場からですね、まあ、新たな水路という、この水色の水路を引きまして、で、まあ、この、ここに実際、あります、糸田川という川にもつながると。で、糸田川自体はですね、今、ほとんど、枯れ川状態になって、まあ、三面コンクリート張りで枯れ川状態になっている川なんですが、まあ、ここに水を流すことによって、まあ、この周りの環境を、遊びの多様性も増やしてやろうと。でさらにですね、ここにJR の操車場があるんですが、まあ、ここもその自然的空間として、まあ、すでにですね、利用されてないスペースなので、まあ、ここをまず、自然的空間として利用するということを考慮してした、水辺創生ルートです。まあ、この当然このルートはこの、操車場の中 この自然的空間を抜けていくという形で、作るとということで、作成すると。でこの創生ルートの作成によってですね、遊びの多様性はどういうふうに変化するかというのを、示したのがこちらということになります。で、色はですね、遊びの数の変化ということで、白いところは何の変化もないところです。まあ、この今の、水辺創生によってですね。で、ご覧いただければ分かると思うんですが、この濃いところというのは、4つの、遊びの数が増えたところですね。で、まあ、この部分はさらに3つ増えてるんですかね。で、この辺は2つ増えるというような形で、遊び自体が多様化していると。ということで、まあ、平常時の利用が、まあ、非常に、良くなると。さらにですね、じゃあその災害時はどうなるのかということで、まあ、ここでステップ数を少し見ているんですが、これ、頂上目ごとのステップ数ですけれども、現在ですね、まあ、創生前ですね、は非常に危ないところが多いんですが、避難できないなんていうところがいくつかあるわけですけれども、ここにですね、まあ、こういう水辺創生することによってですね、避難の危険性が、まあ減るということになっています。で、特にですね、先ほど JR の操車場といったのが、まあ、この地域なんですが、まあ、この地域が、避難空間としても使われることになってですね、でこの周りっていうのが当然その色が濃かったところが、まあ、薄くなっているんですが、さらにですね、ここに人が、この辺の人がこの辺に行けることになることによってですね、まあ、その周りの人もですね、避難所に空きが出てですね、非常に、ステップ数が少なくですね、避難所にたどり着けるという、まあ、連鎖的な反応も出ております。で、まあ、こちらの方はですね、まあ、この水辺、創生された水辺に行くことによって、まあ、少なくなっていると。で、まあ、さっきも言いましたけど、この辺はその境界の領域ですので、まあ、こっち側に逃げれる可能性がありますから、問題となっていた、まあ、このエリアですね、に関しては、まあ、非常に、大きく改善できる可能性があるということを示しております。ということで、まあ、今日の発表ではですね、
複数の行政主体によって分割されているその自然的空間というのを、まあ、4階層のシステムとしてモデル化して、まあ、階層化された空間での質と、まあ、その住民の遊びの管理を分析することによって遊び空間の、まあ、偏在というのを示しました。それから、空間の構成要素と、まあ、利用者の心理ですね、をモデル化して、まあ、ちょっとこれはちょっと今日の話じゃなかったですね。すいません。だから審査ハザードマップを用いて、自然社会環境の変化を、まあ、分析することによって、まあ鉄道や高速道路等の交通施設整備や、まあ、利便性のみを重視した、まあ、住宅地開発が震災リスクを増加させたことを示しました。で、あとですね、まあ、震災時の建物倒壊とか、まあ、火災延焼を考慮した一時避難行動に関するシミュレーションを行って、町長目別の震災リスクを明らかにして、新たな空間の創生が必要な地区を明らかにしました。で、避難行動から見た、空間の減災価値というのを、まあ、示しました。で最後に、まあ、遊びの多様性の増加と、震災リスクの軽減のために、震災時に極めて、まあ、危険な地区に、まあ、下水処理水を利用した、計画代替案を、作成し、日常時と、まあ、震災時の空間利用から見た、代替案の評価を、水辺環境創生の有効性というのを示しました。以上で